ト上の格闘技、車いすバスケ、日本の要。車いすバスケットボール埼玉ライオンズの藤沢清です。僕は保育園で遊んでいる最中に跳び箱から落っこちてしまって脊髄を損傷して、車いすバスケットボールの体験教室っていうのが開かれていて、で母親がその開催されるっていうことを嗅ぎつけてきて僕を連れてってくれたっていうのが本当に出会いとしては初めてかな。やっぱ日本代表に入りたいとかパラリンピックに出たいとかってい こう思いを持っていて、それがこう現実味を帯びてきた今、こう遅れは絶対取りたくないなっていうモチベーションがやっぱ支えになってますね。そんな藤沢の原動力は、かっこいいですね常に第一線では輝いてほしいですけどね、こうやってる限りは、はい、家に帰った時はやっぱ違いますよね。このリラックスというか、そのオンとオフっていうのをうまく妻が作ってくれてるのかなとは思います。その先の自分へ、リオの本戦で6位以内っていうその目標を達成するために貢献するっていう、もうそれだけにつけます、ね、家族の思いを心に宿し、いざ夢の舞台へ。パラドゥ